どうもすみません阪神大笑点出走馬1頭ずつについて喋っていこうと思います。ディープボンドが断然の一番人気なんですけれども、まあ、あの馬だけで言えば普通に最有力ですねただあの去年の阪神大笑点の前ですねその前は散々ジョッキーが足を引っ張ってたっていうところがあって、まあ、その前から馬は能力あったんですが中山金牌でさえ2桁着順になったりだとかそういったこともありましたし。 菊花賞でももっと上位に来れた馬ではあったんですがジョッキーの力が足りないっていうところで馬券圏外になったこともありますし前回の有馬記念に関しても結局はジョッキーが動かせなくてエフフォーリアに負けたところもあるんですよね。エ、まあ、F フォーリアは自分からしっかりと走るタイプなのであんまりジョッキーが影響しないタイプの馬なんですけれどもディープボンドはですねふわふわして。 ちょっとジリア足っぽいところもあったりなんかしますので、まあ、そういった意味ではジョッキーが超一流であればもっとギアの上がり方や粘りが増すっていうようなタイプで有馬記念に関してはうちの方で貯めてそれですっと真ん中ところに出すっていうような進路だったので、まあ、うちの方馬場が荒れてたにしてもディープボントの能力ならばそんなには難しい競馬ではなかったのでいいんですがこれがまた外回ったりだとかポジションが悪くなったりした時に足がたまらないとか。 ロスが大きくなった時に和田機が動かせないっていうパターンは今回もありうるということですね。それではまずはババコースレース展開について考えていきます。この阪神3 0 0 0ル内回りコースは京都競馬場が改修工事中ということで、去年は菊花賞でも使われましたね。でタイトルホルダーが逃げ切ったんですが、そのレースについては結果分析でも言ったんですが、阪神3 0 0 0ルこのコースで、 なかなか考えられないぐらいそれぐらい逃げ馬に有利な展開になってあれっていうのは本当に稀なケースだと思いますね馬場、まあ、的にも先行馬有利な中でそういった中で展開的にも有利な感じになりましたので、まあ、あれは忘れた方がいいかなというふうに思いますし本来であればこのコースっていうのは日本でも最高のコースというか最高に自力勝負になりやすい面白いコースですし。 コーナーーーナかか、らのロングススパートにになななったりだととタフなレースになることが多いですねで。今もうちの方が多少荒れてきてますしまあ逃げ馬先行馬、うんまあ、可能性ある馬はいるっちゃいるんですけれども、まあ、そこまで逃げ馬先行馬が断然有利ということになる可能性は低いと思いますし基本的にはある程度差しが利くというふうに考えていいと思いますねそれでは右の方から一頭ずついきますダンビライト ダンビライトはもう衰えがあってバネも落ちてますしどうかなんですがまあでももともと力がある馬ですし距離は長いんですけれどもばらける展開で前目から流れに乗ってっていうような感じで後半がワンペースになった場合だと少しはいいところ出るかもしれないんですが気象的にも難しいところがあるので微妙だと思いますね。白,2白2はあの、まあ、やっぱり ちょっと硬さがあるんで距離も長いかなっていうふうに思いますし、まあ、メンバー的にもちょっと厳しいかなと思うんですけれどもただ追い切りの気配なんかは少し良くなってますので、まあ、他の有力馬たちが自滅してくれればですね少しはいいところ出る可能性なくはないと思いますけれども基本厳しいと思いますね。シルバーソニックシルバーソニックはあのー、前走ですねもっと いいいできたと思いますね。4コーナーの手前まではすごく良かったんですよねばら,ばらけるところでもうかなり有利なポジションにいたんですけれどもただ4コーナーのところで前の馬がなんかおかしな動きをしたっていうのもあったのかもしれないんですがそこで外に出せばいいのにバグの中に突っ込むような形になってもう本当に直線の入り口辺りごちゃごちゃっとしちゃったんですよね。で器用な馬な馬らばそこまで、 問題はないんですがシルバーソニックってちょっと不器用なところがあってずぶくて加速に時間がかかるタイプなのであのロスはだいぶ大きいですしまあ川崎騎を終えるんでなんとかある程度は動かしたんですがもうなんかまともな競馬じゃないなっていうようなところがありましたんであそこスムーズに外出せてれば勝ってた可能性まであったと思いますしかなり際どい競馬には最低限になってたと思いますので、まあ、そう考えると。 まあ,あれだけの競馬できてたわけですからここでも有力馬かなとは思うんですがただあのやっぱりあのコーナーからペースが上がっていった時にズブさとか不器用さが多少出る可能性があるので、まあ、そういった意味では勝負どころでの大胆な仕掛けとか進路取りっていうところその辺が川崎衆がうまくはまれば問題ないんでしょうけれどもどういう展開でもどういうポジションでもスッと動いてくれるタイプではないのでその辺は気になるっちゃ気になりますね。当選完備な 当選カンビーナはもともと重症 g 1でも構想してた馬で末、まあ、足確かな馬ではあったんですけれどもただスミー球車にいたっていうところもあってやっぱりスミー球車から加藤球舎に転級してそこまでの能力はなくなってしまったかなっていうようなところはありますね。まあ、年齢的な衰えも多少あるのかもしれないんですけれどもで前走あたりはですねだいぶ気配が戻ってきて、まあ、ただ 一番いい時は10としたら7ぐらいまでかなというようなところで、あのーまあ、全体的にまとまってパワフルな感じにはなってるんですが以前ほどはいい足は使えなくなってるっていうところがあるのでじりじりと伸びる後半スタミナ勝負でいいところが出るっていうような程度でほ他が止まってくれるとか展開の助けが必要なタイプっていうのは変わらないかなというふうに思いますね。 今回のコースは他の馬たちがコーナーから苦しんでくれやすいコースなんでいいんですがただジョッキーが動かせないジョッキーでもありますし、まあ、このタイプだとハマ、まあ、れば問題ないのかもしれないんですけれども、まあ、そうですねおすすめするほどではないですねゴーストゴーストはちょっと距離的にはですね 年齢を重ねるごとに 3,000m 以上だと長すぎるかなというような感じになったんで2,400以下とかの方がいいかなと思うんですけれども、まあ、ただ大りの動きなんかが少し気配上がってきてますしあとは鮫島勝馬騎手は立ち回りとかその辺ですね頭で競馬するということに関してはまだできてなくて雑なところがあるんですけれども馬は動くというか体も動いてますし直線もある程度追えるジョッキーでもありますので。 まあこういう消耗戦の時にそういう技術面がプラスに働く可能性はあるかなとは思うんですけれどもまあもともとゴースもあんまり器用なタイプ不器用なタイプですね不器用なタイプでまあちょっと飛びが大きかったりだとかなかなか進路取りとかもスムーズにいかない時もあるのでそういった意味ではまああんまり信頼はできないんですけれどもただ飛びろだったら押さえた方がいい馬かなというふうに思いますね。キンン。グオブドラゴン キングオブドラゴンの前走湾岸ンンステークスは3勝クラス以前で言うと1ンオープンのレースで条件戦だったんですけれども本当に強い競馬でなかなか見れないようなレースなので見てほしいなっていうレースまああのキングオブドラゴンが強かっただけじゃなくてやっぱり田辺騎手もうまいっていうところもあるんですけれどもなかなか見れないレースなので見る価値があるレースだと思いますねであのー、スタート直後からあとは途中も。 他の馬が絡んでくるような形であ、まあいう風に道中からストレスかけられると馬っていうのは基本気持ちが切れちゃったりだとか足がたまらなくなるもんなんですけれども、まあ、田辺紀州の技術的なレベルが高いことあとはこのキングオブドラゴンは矢作厩車でやっぱり矢作厩車ってメンタルも強く作ってくるところがあってああいうことで馬が動じずにちゃんと力を出せるっていうところこれも急車力矢作調教師すごいなっていう風に思いますね。 あのパンサラッサも矢作厩舎でパンサラッサの中山記念での競馬なんかも雑に乗ってもあれだけ素足の持続性があってタフなレースしたっていうところもあってあの辺なんかも矢作厩舎の凄さが出てるんですが、まあ、そういった中でもやっぱり田辺騎手の技術的なレベルの高さうまさっていうところもあったわけで今回は酒井騎手にジョッキーがだいぶレベルダウンするわけですからそこはやっぱり。 あのまあ、前走と同じ競馬ができるとは限らないというふうにまず考えた方がいいですし、まあ、それでもやっぱり誰が乗ってもある程度走るように馬は作ってきてるわけですから期待してもいいんですがただ瞬発力があるわけでもないですし、まあ、やっぱり後半のまとめ方っていうところでうまくいかないとジョッキーが動かせない気持ちが切れるっていう可能性もあるとは思いますので。 そう考えると連したぐらいでは評価できるんですが、重い印までは打てないっていうところがありますね。アイアンバローズアイアンバローズはまあ、ちょっと前走は？まあ、好きに乗らせてもらったかな？っていうような感じがありますし。あとはメンバーが強くなかったので、その分コーナーから絡まれなかったっていう部分は大きかったと思いますね。だいぶレベルの低い重傷にはなりましたのでで。 そういった中でもやっぱりコーナーからそんなにスイスイ行ってる感じもなくて結構早い段階から気合いつけてるような感じで、まあ、普通のレースだったらその間に外からかぶされたりプレッシャーをかけられる可能性が高まるわけですからあんまり見ていて安心できるような逃げではなかったんですよね。ですから今回はどうかということあとは基本的には入れ替わりの激しい展開になることが多いこの阪神大翔天ですので。 コースのことも考えると簡単ではないかなと思いますしちょっと走りのバランスとかその辺力強さとか体感っていうところがそんなに安定しないところもあるのでそこは心配なんですがただばらける展開で前目からっていうような感じになった場合だと有利に競馬を進められる可能性があるのでその辺に期待するんなら抑えてもいいかなっていうふうには思いますね。 ユーキャンスマイルはもう衰えが出て脚力が落ちてるっていうところがありますのでどうかなんですがただあの以前は左回りが大得意だったんですけれども瞬発力が落ちた今は逆にコーナーからペースが流れるこういうコースの方がごまかしやすいんですよね。である程度現状のユーキャンスマイルとしてはいい動きはできてますのでそういった意味ではジョッキーが藤岡裕介騎手でうまいので。 まあこのコースだとコーナーから他の馬たちが足,がつく足を使ってくれればですね藤岡雄介騎手の仕掛けがはまる可能性があって、まあ、この辺までは少し穴馬っぽいところはあるんですが穴馬と推奨するほどでもないっていうのが現状ですね。マカオンドールマカオンドールはもともと後半しぶとい足があるタイプで、まあ、末足がいいイメージはあったんですがだんだんとポジションを取れたりだとか。 あとは雑に乗っても長く足が使えたりだとか、まあ、スピードとパワーと器用さっていうところが少しずつ出てきて、まあ、すごく器用というわけではないのでまだ不器用さはあるっちゃあるんですけれどもまあでもなんか乗りやすくなってきたというか気にする必要はなくなってきたかなっていうふうに思いますね。まあ、ただ基本的には足をためなきゃいけない馬なので変に先行しすぎたり外を回りすぎたりなんかするとどうかと思いますし。 基本的には道中に関してはラスト 1,000m に入るぐらいまではなるべく内とかバグの中前に壁作って足を溜めてっていうことが必要かなっていうふうに思いますね。でコース的には右回り左回り問題ないですしあとはそうですねいいタイミングに一気に行くとかもしくは余計なところで足を使わないように足を溜めに溜めて直線勝負とかその辺の立ち回りっていうところですね。 やっぱりこの阪神大翔三 3,000m っていう距離は玉ーの立ち回りというところも重要にはなってきますのでまあそういった意味ではまあ多少雑に乗っても長く足が使えるのである程度いいところはあるとは思うんですけれども、まあ叩き合いでグイッと出る勝負根性までがあるタイプではないので、まあ、止まりはしないんだけれどもそこまで絶対に勝つんだっていうような勝負根性を見せる馬でもないので。 やっぱりその辺はある程度ジョッキーがカバーしなななきゃいけないいけかなと思いますね。マン・オブ・スピリット,リットは、うん、まあ3歳の春ぐらいの方がですねキレのある動きができてたんですが今ちょっと重くなりましてその分キレのある動きができなくなっているんですけれども、まあ、ただあのズブさが出てきた分逆に距離に関しては持つようになってますし、まあ、この距離も 多分こななすすかなと思うんですけれどもやっぱり切れる足がないのとそれと本来は2,400以下の方がいい馬ではあったので、まあ、ちょっとでも何というかいかにもな消耗戦になった場合だと少しスタミナが持たない可能性はあるかなとは思うんですがまあでも相手もそんな強くないですしそうですねディープボンドとか強いんですけれどもマカオンドールもある程度強いんですけれどもその辺が。 ジョキが一流ジョッキが乗ってるわけではないのでそう考えるとこの辺までは足りる可能性はあるかなっていうふうに思いますね。ディープボンドディープボンドに関しては、まあ、とにかく、まあ、以前から能力はあるんだけれども和田騎手が動かせないうまく乗れないっていうことが続いてずっと足を引っ張ってたわけですけれども、まあ、馬は順調に成長してでそういった中で多少雑に乗っても。 気持ちが切れずにある程度走ってくれるようになったかなっていうふうに思いますし立ち回り的に誰が乗っても乗りやすいようなポジションとか進路が取れた時っていうのは和田騎手でも特に大きな問題はないんですがただやっぱり和田騎手が乗って100能力を出せることはまずないのでまあ 80, 80点ぐらい80%ぐらいの。 力を出した中で、どう立ち回れるかどう,う？どう展開と噛み合うかっていうところになると思いますね。アドマイヤア,アルバアドマイヤア,アルバはま未勝利戦の時はマイルぐらい走ってたと,と思うんです。けれども、まだんだんと自力つけて、春ではダービートライアルとかでも構想してたんですけれども。 あのまあ、やっぱり早熟気味だったのかその後進展がないというか小判になってからだと重くなってキレのある動きもできなくなったかなというような感じはありますね。で、まあ、大きく問題あるわけではないので、まあ、しぶとさとかはあるかもしれないのでそういった意味では他が走らなければいいところは出るかもしれないですし原田一馬騎手はですねの乗る機会がなかなかないというか騎乗場に恵まれてないんですが。 下手なジョッキーではないので、まあ、そういった意味では、まあ、少し期待、まあ、期待まではできないかあの基本厳しいとは思うんですが原田一騎手がどんな感じでモチベーションをキープしてやれてるかどうかは見るっていうような感じにはなると思いますね。サン・アップルトンサン・アップルトンは条件馬の時からなかなかいい馬で足を溜めて後半 まくるような競馬もできたりだとか素足も良かったりなんかしていいところがあったんですけれどもまあ,あのオープンに入ってからもいいところがあるというか、まあ、成長して完成度の高いような感じで、まあ、いいところはあるんだけれどもただ瞬発力で劣ったりだとかの底力能力で劣ったりだとかっていうところでなかなか結果までは出ないかなと思うんですがただ馬券になったこともありますし上位に食い込んだこともあるように。 勝ち切るっていうのはなかなか難しいのかもしれないんですが今回もやっぱり自滅する馬がいたりだとかレース展開的に有利に働いた場合だと後半ある程度しぶとい足は持ってますのでレースセンスの良さとかその辺をうまく使えればとは思うんですがまあジョッキーもあんまり良くないですしそうですね手広くだったら抑える程度でいいかなと思いますね。以上です失礼します